皆さんもやっぱり感じているように、後ろは非常にすごい硬い試合ができてますし、前も今日は最後まで試合を決め切ることはできなかったですけど、まあ、2-0 で2点差以上で勝てる試合が増えているというのはチームの今の状態も表しているかなと思います。非公開練習が多いですけど、その練習の中でもやっぱり日によってチームが変わっても誰が出ても誰がスタメンに入ってもやれるというのは見せれていると思いますし、そういうチームがすごい強いと思うので、このままみんなの力を出し切って頑張っていきたいと思います。個人的なことを言わせてもらうと、初めての公式戦でのダービーですし、前回公式戦ではなくても負けているので、その屈辱もしっかり晴らせるようにチームとしても勝ち点3を取って特別な試合になると思うので、自分も貢献できるように頑張りたいと思います。